年間表彰式、はい、採用試はもう分かってるよね、うん チャンンピオそうです彼あれでしょう具志堅さんと白井先生を抜いて5年連続は一緒なんですけど6回目のね6年連続すごいな5年連続ってすごいねしかしもう飽きてくるやろなすごいねいらねえよってならないのかね俺だったらいらねっつうけどないやいやいや俺だったらって取れるわけないんだけどさ5回も取っちゃって連続で取っちゃったらもうなんか勝ってるんじゃないのいくのもそして新栄賞が武井君ですね武井君そう で年間最高試合が、えー、ゴロフキン村田戦これ,、ねうん、これね、俺、勝ってもらうのは嬉しいんですけどね負けてるからね、なんか。いや、負けてもこのゴロフキンってやれんのか、うん、やんのかっていうこの評判があったから、うん、やはりこれはいい試合したっていうことですね。 まあ本人の気持ちは置いといてまあ、ね、これは年間最高試合当だと<う>ゴルフ機が日本に来たということもそうです<う>ねあと世界戦以外では吉野周一郎 VS 中谷あれもいい試合だったねあれは前半ね押され気味で<う><う>まさかのね逆転勝ちみたいな感じだったもんね。うん だって中谷選手世界戦以外ではねビッグネームの二人だし、あのねネム大きいし、あの試合内容もスリリングな試合でね、序盤は中谷が押しててさこれ中谷で勝つだろうと思ったら吉野君がね飛びしたっていう試合だからさ、そういう内容も含めて打倒だスリリングな試合だったね。 はいじゃあそしてついにこの夏川天心選手の対戦相手が発表されたっていうここでいろんなあれがねボクシングファンは、うん、ケンシロウがメインだろういや違うだろう<ー>中にはいや人気がある方がメインだろうっていう話題にもなってるんですよいや私的にはですね、はい、まあ一般の人も,もううこういう人もいるんだよ要するに、うん、新しい世界に入るんだから一からじゃないかと。うん ねうん、ボクシーの世界チャンピオンは格上を立てるべきだとあ<ー>言うんだけど、ね、私はあのキックの世界で無敗制覇で来たチャンピオンをないがしろにしてはいけないと、うん、やはり世界チャンピオンで超人気あったんだから、まあ、それがメインに貼ってもおかしくないだろう世界戦のメインでどれが一番、うん、っていうのは、まあ、それはテレビ局も決めることだろうし興行、うん、主が決めることだけどやはり一番目玉にするカードたくさん見てくれる。 注目されてると言えば、やはり。天心君。天心君の、デビュー戦じゃないかと思うんで、うん、いや、それはメインでもセミでもいいと思うんだよね。うん、まあ、僕も、まあ、どっちでもいいと思うんですけど、うん、ただ。天心んが、ね、あの、メイン張ると、本人が恐縮しちゃうんじゃないかなと思うんですよね。うん、僕まだ、デビュー戦なのに、とか。うん、まあ、けど,ど、今度する側からしてですよ。うん、そのキック云々とか、その,の関係なくて。うん まあナスカーいっ,ったらまあ格闘技界のまあスターじゃないですかそのまあキック、ボクシングも入れて格闘技というジャンルでくくった場合格闘技のスターじゃないですか今おそらく日本では井上チャンピオンか那須川天心かっていうそのぐらいのスター選手なんでその人がメインになるのは全然あ攻撃をする人からしたら当たり前じゃないですかそうだよねっていう普通に考えてそのボクシングに来たらどうのとかキックから来たとかじゃなくて攻撃をする上では人気ある人が ね、そのチャンピオンのタイトルマッチをこう軽,軽く見てるっていうんじゃなくて世界、うん、戦は世界戦にしっかりしたセレモニーがあってね世界、うん、戦するわけですから、うん、メインは別に人気ある選手がメインに貼るべきじゃないかなと思いますけど、ね <laughs> まあ、だから。天チチャャンンンンピピオオもも、うん、キックのチャンピオンも チャンンピオンだったったていいうところは大きいわけよまあでも本当のボクシングファンは俺も結構言われたんですよ。うん、いやーこれはやっぱりケンシロウがメインじゃないのじゃないと俺納得しないよっていう人がいるんですよ、うん、それはもうその人のボクシングの考えで,そ,うそ,うでそれはそれでありがたいけど、うん、やはり違う世界のチャンピオンが来たんだからさ、うん、いや僕はそこは別にどうでもいいと思うんですよ格闘技でくくれた場合って話で、うん、やっぱりねスターなわけだから。 キックの活躍も含めてですけど、スターなわけだから、格闘員会のスターなわけだから、二大巨頭ですよ、まさに、ジャイチャンピオンと、飛鳥天心っていったら、格闘技っていう考えで見てもいいですでも天心はボクシングに来たと、じゃあ別にその二大巨頭のうちの一人が今度、ボクシングからデビューするんだと、それは別にメインだった何のだから工業的に考えたら工業的にメリットがあるかねそう工業する人から考えれば 一番いわゆるビッグネームが最後にすんのが当たり前だなまあそうだそうだ。これは別にじゃあケンシロウくがなんかひそまげのかって言ったらそんなものないと思いますそうね。でもこれ本当全部メインにしてもおかしくない。まあまあまあね。まあね。試合だね。うん。まあでも楽しみですね。これどう普通だったらさやりたい俺って手あげる。いやその前に。いや勝てないだろう。その前に一度僕らは八回戦デビューだろうとみんなも持ってたじゃん。ああ。それあるよね。ねそれが B 級から。 ってことはもう、ゆっくりも世界狙うってことですね。確実に世界を。たは俺何回も言ってるように、先作、マンスリーにだけ、タイの。ね、たいしき、から、こう、たに転向して、三試合目でね。世界チャンピオンになった、先作、マンスリー、の記録を狙ってね、きくから、直り込みで、来て、って思ったけど。天津陣営は慎重だね。慎重ね。確実に、確実にっていうね。 あの短い例えば五千とか六千とかその、うん、そのぐらいで世界大会も考えてないですね。十千、ね、ぐらいかね。うん、そうですね。まあ十千以内はあるかもわかんないですけどね。うん、で今年何試合やるかな、三試合ぐらいかなやっぱり。うん、3試合そう <C> ですね。C 七、うん、C 八、十二とかね。うん、うん。あ十二持ってくるだろうねす。とりあえずスーパーバンタム級の、えー、ヨナヨナハ選手。そう。ヨナ 結構強いよ、この選手、俺、ビデオ見たけど、そう、強いよ、4位の選手ね、パンチあるよ、この選手って、もともとスーパーバンタムじゃないでしょ、バンタムのランンキグ4位ですね、私、見たのは、スーパーフライ級の試合見たんですよ、スーパーフライの試合見たんだ、もともとスーパーフライだからと思うんですけど、スーパーフライでも体もでかいし、パンチやっぱあるわけ、思いっきりくるもんね、ただ、サウスポー下手ですね、そうなんだ、サウスポー上手くない、残念ながらね、サウスポーは苦手なんでしょう、多分苦手だと思いますよ。 じゃあこれ難しいいいかもも、ね、右の戦い方と全然違いますもん、うん、ちょっとぶっちゃけて言いますけどん天心の方がいいわけだーー、ね、まあでもね誰が言ったかちょっと思い,思い出せないんですけど天心はボクシングになると思ったよりボ,ボクシングだけだったらそこまで強くないですよっていうスパーリングでやった人がい、うん、あ天心君のことを、うん、だからスパーリングと試合は違うからねスパーリングは大したことないけど、うん、うお 本番めっちゃ強いなっていうのは結構いるからさ、うん、あまあけど、ね、この前のプロテスト見たけど、うん、ネットでね「天心のプロテスト」をやりました、うんうん、で対戦相手もあのプロの厳しさを教えてやるつもりが逆に あのこっち,が教えられちゃいました、うん、みたいなことをコメント言ってたんで<ー>え、さすがだなランキング上位選手をボコボコにしちゃうのかと思って私見たんですよね<ー> VTR を <TR> 動画見たら<ー>そんなことなかったですね両方とも当たってないし両方ともテラスないもんそう、5分ぐらい、ね、フ2ラウンドね見い、はい、そこまでこうどっちかがう一方的に打ったとか打たれたとかっていうシーンは見えなかったですよね、うん そこまでめちゃめちゃの打ち合いしないじゃないですかまあそうだよねする必要もないしさ、ね、特に上位ランカーなんかそうそうそう技術とこの守りをどこまでできてるかって言ってみましょうまあただ見る感じで、ね、なんかこうどしっとしてて、うん、こうなんて言うんだろうまあちょっと相手のねプロテストした選手ジード選手ちょっとしてるんだけどどっちがこう長くボクシングやってるってなんか天使の方がどっしりしてて、うん、そういう感じはしましたよねリングなれが葉っぱじゃないゃんまあオーラというのか <laughs> 4何戦やってるわけでしょ42戦かキックで<う>リングラウンレはしてますよあれはねやっぱりさすがだなと思いましたねただもっとなんかボッコボコにしたのかなと思ってそういうふうにしたんだと思って見てたんで、うん、あれってちょっと拍子抜けはしましたけど<ー>やっぱりどしっとしててねせ、うん、めてさすがのオーラがありましたね冨樫さん何か米原選手って高校時代具志堅さんを育てた近所の近,近所監督ね に金城たた監督はもう素晴らしい選手あのトレーナーですよね精神的にも技術的にも両方教えられる人でうんもう僕も会いましたけどすごい感じのいい人でまあだからまあイケイケではあるんじゃない、うんうん、だって試合見てもすごいもんね考えイケイケですよ思い、ね、イケイケだけどサイスポーは本当なんかねああ右の試合の時とかぎこちないですよなんか。ああうん でそれを言われて想像するとたけるチャンピオンとやった時のナスカチャンピオンのような気もするよねガンガン来るたけるチャンピオンにこう合わせて<ー>カウンター取るーそういうイメージは湧くよねなるほど、うん、ただ一発あるから確かに怖いうチャンピオンも気軽にやったとこにゴーもらったら倒されるよねパンチあるよパンチありますよ、うん、だから見応えある試合だと思うデビュー戦だと思うで相当スーパーフライ級の試合しか私見てないけど、うん、すごい体がね スーパーフライの試合してるのと同じ階級のやつやってんのがこれっていうぐらいででかいですよね、うん、まあす今度これスーパーバンダム級でやるんでね、まあ、そこら辺の体の大きさっていうのはちょっと見えるかどうか分かんないですけど、うん、下の階級でやってる時はとにかく体大きい選手だなというふうに思いましたよ、うん、ただやりがいあるじゃんキックの世界チャンピオンで人気もばばバ,バ,バ,バリあるさ那須、うん、川選手とやるんだからこれやる気,気やりがいあるよ思いっきりいけるよな気,いや気合入ってますね気合あるよな そりゃ食ってよってのはあるでしょう、うん、これは天心くんもこれ気抜かない方がいいと思います。これどうなると思います ?KO 決着と思います判定まあ KO でしょうねうどっちもパンチあるしまあボクシングスキルは天心チャンピオンの方が上かなと思うしねでもこの強引さはこの相手もあるしねあとはスタミナですよねスタミナ配分とかそ,ういうそう、ね、どっちにしても俺 KO で終わると思うこれ。六ラウンドまで行くか 天心チャンピオンのボクシングだけの試合まだ見たことがないんで天心が勝つとすれば判定かなと思ったりしますけどねそそううう判定だと思見たことがないから分かんないわけじゃん未知数なんで勝つとしたら要するに早いんね天は彼はあんまりサウスポー得意じゃなさそうだしうまく空転させられてさパンチ当たらず天心のスピードでそのまま逃げられて完封されるっていうのがなんとなくイメージとしてはよ。 でもこの那原選手はパンチあるけど強引にくるしガッツあるんだけどなんか武尊選手に似てるんだよボクシングスタイルがこうパンチあるけどこうノーガードで振ってくるんでそこは取りやすいんじゃないかなと思うなカウンターをねだから5ラウンド以内に俺は <laughs> でもねあの今回ね対戦する世那原選手やっぱり、ね、ボクシングのプライドがあるだろうし じゃあガッツあるよすごいよいいいい試合になるんじゃないですかじゃいい試合になると思う、うん、結局あの、世のハ選手は昨年の10月に南出選手プロテストで天心選手がやったに負けてからの再起戦みたいです、うんうん、負けてるな反対、ね、負けケア負け判定です判定です、うん、だからサウスポーに苦手なんですよだからこの子、うん、だからこれは南出選手もサウスポーだったしね サウスポー苦手な人はもうめっちゃ苦手だから、ね、もう俺も得じゃないですよ本当ースーパーバンタムの天心選手がそのバンタムのランカーを選んだ意図があるんですか、ね、考えまあ私が天心の例えばマネージャーなりプ,プロモーターだったりするとですよ一回球下でもパンチない選手を選ぶんだったら分かるんですよ遅延からしたらですよ。一回球下でもパンチある選手ってやりたくないもんなんですよできるだけ自分の選手が有利な相手を選びたいもんじゃないですかだからいかに その指導してる体験さんが自信を持ってる方よね天心チャンピオンボクシングでも輝かして達成できるよ世界チャンピオンになるよという一コモを最初に見せようというところじゃない、うん、ただこれぶっちゃけだけど天心パンチあんのパンチあるよあのあけど、ね、ミット持ったところではそうでもないよねそうですかただあのカウンター取れるからさ<ー>そうそうカウンター上手いですけど<ー>だから上手いよ僕思ったのはタケルとった試合ももろ入ってるじゃないですか あれ普通だったら終わってますよパンチあったらそのぐらいの角度で入ってるのに簡単に立ったじゃないですかあ,<ー>あれ見てえっ <laughs> スピード重視じゃないでパンチ切れな,ないのかと思ったんですけど、ね、パンっていう切れるパンチはズドーンじゃないから武田選手のはズドーンだろ、うん、天心チャンピオンのはスパーンという切るやつだからこれ4月8日は生配信生配信、うん、やろう、はい、生配信ですか、うん